痩せは3種類ありまして、でこの1つだけが良くないんですね。おばあちゃんも細い、お母さんも細い、お姉さんも細いっていう、でそれは体質的な痩せなんですね。で代謝の異常はない、甲状腺機能も正常です。もう1つはですね、痩せ体質ではないんですけれども、ちゃんとした食事とそれから運動をしてスリムな体型を保っておられる方で、これも全然健康上何の問題もないんですね。で3つ目はそういう健康的な痩せ方じゃなくって、1日1食しか食べないとか、そういうハードなダイエットをやって、そして痩せておられる方ですね、筋肉が落ちて体脂肪が残ってしまうんですね、そうなると糖尿病になりやすいとか、そういう代謝上、それから年取ってからの、要介護状態になりやすいとか、そういったことが起きてきます。女優さんとかモデルさんとか非常に細くて綺麗なんですね。でやっぱりロールモデルがそこに来てるので、他者との比較が昔となんか比べ物にならないので、やっぱりそのあたりですかね、助長してるっていうのは。国は30年間女性の痩せの解決に取り組んできて、やっぱり失敗というかうまくいかなかったんですね。 BMI22 こそ健康なんだっていうのを押し付けた結果だと思うんですね。それを目指しなさいっていうのは間違えてて、でやっぱり健康でほんのちょっとスリムでも健康っていう、体重とか体脂肪をコントロールするとこんなに素敵な体になれるっていう、ポジティブな発信が必要だと思います。若い女性が痩せると次の世代に影響が及ぶんですよ。だからこれはもう日本人みんなの問題だから、栄養の人だけとか、それから産婦人科医さんだけじゃなくって、やっぱりみんなで考えていこうっていう、そういうムーブメントが起こせたらいいのかなと思ってます。こういう女性の痩せの話をするとですね、女性が自分勝手だからとか、勝手に痩せたいと思って痩せてるとかですね、やっぱり女性が悪いんだっていうふうに言う人がいるんですね。で確かにそういう側面もゼロではないんですけれども、やっぱり環境の影響っていうのも大きいと思うんですね。だからどうか女性の責任だけとか、個人への栄養教育、健康教育でなんとかなると思わずに、環境も変えていくことが大切っていう視点を持ってくださったら嬉しいなと思っております。